ブンブン、ハロー YouTube、どうもそれです。今回は購入してからしばらく経過しましたこちらのキーボード付きスマホ FXTech Pro 1、こちらを購入してしばらく使った結果、実際どうだったか、特にこのキーボードの打ち心地、それからスマホ向けの一部の動画編集アプリなどはこういったキーボードショートカットにも対応していますので、この端末で動画編集を行うと快適に行うことができたかどうかなど、その辺についてご紹介したいと思います。ではその感想ですが、まず最初にこの端末を購入して気になったポイントとしてはボタン配置です。この部分にボリュームキー、そして電源キーが搭載されています。ちょうど本体の中央付近にこのボタンが搭載されているわけなんですが、画面を開く際にこの辺にだいたい指を当てて開くことになります。ですので、どういうことが起きるかと言いますと、画面を開いている最中に誤ってロックしてしまうということが多々ありました。通常であればこの辺の位置っていうのは指が届きやすい位置ですので、使いやすい位置と思われがちなんですが、この端末に限りましては、このようにキーボードを開く際に指が当たってしまう位置にこのボタンがありますので、このボタンの位置はこの製品にとっては相性の悪い位置かと思います。毎回間違えてこのボタンを押してしまい、ロックをかけてしまったり、かなりストレスに感じましたので、もし次回後継モデルを出す場合はその辺改善してほしいところかと思います。あと肝心のこのキーボードの入力しやすさがどうかということですが、例えばメモアプリで文字を入力する場合、一見するとスムーズに文字が入力できるように思うかもしれませんが、快適に文字が入力できるかというと実はそうではなく、画面上のソフトウェアキーボードを押して文字を入力する方がむしろ早いということがよくあります。というのもやはりこのキーボードを横向きに並んでいますので、指で押すにしてもこのような両手持ちした場合でも中央付近には指が届きにくく、あまり快適には入力することはできませんでした。キーボードに搭載されているキーにつきましては一通りのものは揃っており、キーが足りなくて困るということはなく、その点は特に問題なく使うことができました。例えばこのハイフン、マイナスの記号として使うこともあれば、日本語を入力する際、例えばこのようにタッチバーと入力した際、最後のバーという言葉を伸ばす際にもこのハイフンは使いますが、このハイフンがあるおかげで日本語を入力する際もキーの押し心地としてはそこまで快適ではないものの、一応キーが足りなくて文字が入力しにくいということについてはありませんでした。ただし配列としましてはやや変な配列になっており、通常であればアルファベットの A の隣がキャプスロックキーとくるところ、 A の隣にバックスラッシュ、それから A の斜め下にはカッコが来るなど、この辺の配列はかなり使いづらく、 A と入力しようとしたところ間違ってこのバックスラッシュなどを押してしまい、この配列のせいで誤入力してしまうということが多々あり、これは現在でもまだ慣れていませんので、おそらくもう今後もこの配列に慣れることはないかと思います。逆に便利だと感じたポイントとしましては、きちんとキーボードショートカットに対応しており、例えばシフトキーを押しながらカーソルキーを押しますと、このように指定した位置を選択することができます。そして選択した状態でコントロールキーを押しながら X を押しますと、このように文字の切り取りを行うことができます。今度はコントロールキーを押しながら V、そうしますと切り取った文字をこのように貼り付けることができます。ですのでパソコン的なショートカットも問題なく使うことができますので、そういう意味では文字を入力さえ使いやすいかもしれませんが、やはりこの A の隣の特殊な配列のせいで誤入力してしまうことが多かったので、総合的に見るとあまり快適に文字が入力できるというキーボードではないかと思います。では動画編集アプリなどを使う場合、このキーボードがあることによって快適に編集ができるかどうかということですが、例えばこのチャンネルでもよくご紹介することの多いキネマスターの場合、スペースキーを押すと再生開始、もう一度スペースキーを押すと停止、また押すと再生開始に、もう一回押すと再生停止。その他このキネマスターで使えるショートカットとしましては、特に便利なのが手前部分を一気に削除するショートカットで、例えば今画面は海のシーンが出て、その次に山のシーンが出ますが、この海のシーンが過ぎたところでキーボードの S を押します。そうしますとどうなるかというと、
この海のシーンをごっそり削除することができます。逆にこのまとめて一気に削除する機能は手前側だけではなく反対側、今度は山のシーンがあって次に車が走るシーンがありますが、この部分でキーボードの F を押します。そうすると今度は右側のシーンすべてを一気に削除することができます。この辺動画編集をする上でとてもよく使うショートカットですので、これがこのスマホの場合ですと内蔵されているキーボードを使って簡単に行うことができ、動画編集の作業自体はとても快適に行うことができます。あともちろんですが、コントロールキーを押して Z を押すと元に戻すというショートカットも対応しています。さらにまとめて削除するだけではなく、この部分に切り込みを入れたい場合、その場合はどうするかと言いますと、キーボードの D を押します。そうするとこのようにその位置で切り込みが入ります。使う動画編集アプリにもよりますが、自分がよく使っているこのキネマスターにつきましては、このショートカットが快適に使えるため、実は文字入力はあまり快適ではないものの、動画編集アプリを動かす場合、このキーボードがあることによってとても簡単に編集作業を行うことができました。ですのでここまでの流れをまとめますと、テキストをたくさん入力するためにこのキーボードは決して使いやすいキーボードとは言いませんでしたが、動画編集をスマホでよくされる方にとってはとても快適に使えるというモデルになっています。ただし、誰もにお勧めできるモデルではなく、一つ大きな欠点もあって、その欠点とは、このモデル、CPU がスナップドラゴン835となっています。要は、3年前のスマホに搭載されているような CPU が搭載されており、このスナップドラゴン835、スペック的には大体どれぐらいのスペックかと言いますと、まず今ご覧いただいているのが、以前この EffectTech Pro 1を購入した直後に、ANTUTSのベンチマークを行った結果になります。この際の総合スコアは18万点ということで、現在3万円程度で販売されている端末よりもむしろスペックが低いような感じになっています。800万台のスナップドラゴンとはいえ、やはり3年前の CPU ですので、動画編集を行う端末としてこのスペックはかなりスペックが低すぎるかと思います。さらに10分のフル HD 動画の書き出しを行った場合、画面下の方が現在販売されているフラグシップスマホのサムスンの Galaxy S20 Ultra というモデルですが、こちらの S20 Ultra の方が1分57秒で動画の書き出しができるのに対し、EffectTech Pro 1の方は6分29秒となっています。実はこの2つのモデル、価格としても同じ価格帯のスマホなんですが、それでもここまでの差が開いており、確かにキーボードが付いているため、様々なキーボードショートカットを使って動画編集の作業自体は快適に行えるものの、やはり CPU の処理速度が低いため、同じような価格帯であってもここまで動画の書き出しが遅くなってしまいます。また欠点ばかりの紹介で申し訳ありませんが、もう一つ実際に使っていて感じた欠点としましては、発熱がとても多く、使っていると背面がとても熱くなってしまい、やはり基本的にはこのように手で持って操作することが多いスマホですので、この背面の厚さというのは使っていてとても気になりました。またバッテリーにつきましても他のスマホと比べバッテリーの消耗が早いようで、何も操作せずに置いているだけでもどんどんバッテリーが消耗されていき、こちらもやはり古い CPU を搭載しているせいか消費電力が多いのではないかと思います。さらにもう一つ気になるポイントとしては、再起動した場合、このようなロック画面が表示されるんですが、このように全く反応しないという現象が起きています。このパターン入力のロック部分だけではなく、このように緊急通報のボタンさえも全く反応しないという現象が起きています。アップデートをすることによってこの辺解決するかもしれませんが、電源を入れた直後、たまにこういった現象が発生してしまいますので、やはり完成度としては少し微妙なところはあります。ということで今回は購入してからしばらく使っていましたこちらのキーボード付きスマホ、EffectTech Pro 1、実際に使った結果どうだったかということについてご紹介しました。期待していた文章を入力しやすいのではということについては、実際に購入して使ってみたところ、A や A の隣の配列など特殊な配列になっていることもあり、あまり快適に文章の入力というのはできませんでした。意外だったのは動画編集ソフトとこのキーボードの組み合わせは使いやすく、様々なショートカットを
使いこなすことによって、動画編集の作業自体はむしろ今まで購入したスマホの中で一番効率的に行うことができたように思います。ただし搭載している CPU はスナップドラゴン835で、3年前の CPU が搭載されていることもあり、これがもしスナップドラゴン865など最新の CPU が搭載されているならば、動画編集用の端末として誰もにお勧めできる端末だったんですが、あまりにも古すぎる CPU が搭載されているというところは残念なところではあります。なおこちらの製品は現在 Amazon で販売中です。 CPU が古い CPU でもいいから、こういったキーボード付きスマホが欲しいという方は購入を検討してみるのもいいかと思います。この他キーボード付きスマホについては、プラネットコミュニケーターズのジェミニ PDA という製品なども現在販売中です。どちらも癖の強いモデルではありますが、もし興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。